90を切るクラブセッティングというね、ちょっとお話をしていきたいなというふうに思います。ヘッドスピードが40にドライバーでない方、はっきり言って3番ウッド使う必要ない、5番ウッド1本でもいいということ。皆さんこんばんは、原田オル原田周平です。今日皆さんにお伝えしたいテーマ、これは90の壁を切るね、90の壁を切るためのクラブセッティングというね、ちょっとお話をしていきたいなというふうに思います。90を切る、つまり100を切るとかじゃないので、もうここまで来るとある程度これ専門知識が必要になってくるんです。で、今日、お伝えしたいのはドライバーとフェアウェイ、この2本、3本ね、ドライバーと2本ウッドの選び方、これを分かれば、90の壁切れるっていうね、いうふうに思うわけですよ。まあ、アイアンももちろんあるんだけれども、ドライバーがある程度飛んでね、その後にウッドでグリーン着まで飛ばせる、いろんな攻め方ができるわけですよ。ティーショットで使ってみたり、いろんなライ、悪いところからのね、上げやすいようなウッドをね、しっかりと手に入れてれば、このキャディバッグに入っていれば、めちゃめちゃね、ゴルフっていうのは簡単なんですよ。楽に。ね。そうすれば、90を切るっていうね、また新たな世界に、自分が入ることができる。そういう、今日は、ね、お話ししていきたいと思いますので、ぜひですね、しっかり聞いていただきたい。ということで、今日はね、4つのポイントでお話ししたい。じゃあですね、早速お話ししていきますけれども、まずは、ミスの少ないクラブを選ぶ。これはね、ちょっと例をちょっと挙げてみましょう。A というクラブと B というクラブがありますよと。A は、A を5球打ちました。B というクラブも5球打ちましたね。打ってみます。ね、フィッティングでも打ったとする。自分の経験、弾道のイメージ、感触、いろいろなところからこういう結果が出たとする。5球中10点満点で、10点。ね、1球ずつ打って、自分の感触で打って、5球打って、1球目10点、2球目1点、3球目、9点かな、4球目2点、まあダメだった、5球目またバシン、きっちり打って9点、10点中ですよ。平均値に対して10点満点が3回。だけど当たらない時があって、それはもう0点に近い、1点とかにね。平均値は6.2。ね。で、もう一本の方はですね、1球目から6点、7点、5点、6点、5点。ね。そしたら、平均値はどうでしょうか。大体同じ感じで5点、なので、大体平均値5.8。平均値いいのは A です。ね。B は、まんべんなく、まあまあかなって。じゃあ、ミス少ないのどっちって話なんですよ。はい。これはね、はっきり言って A と B 平均値は 6.2 上ですが、実は B の方が安定したクラブだってことが言える。これをちゃんと覚えてください。なので自分で打ってて、なんか最高のボールが打てるんだけれども、ダメな時は全然ボールが上がらないとか、そういう場合、もしくは右にしか行かないとかね、ダメな時はもうすごい引っかかる右に行く。でも当たる時は飛ぶんだと。で、最高にいいボールが出るんだけれども、ダメな時は全然当たらない。これはね、合ってないんですね。なので、そういうドライバーは使わない。ね。なんとなく平均値のいいクラブを使う。これかなり重要なので覚えておいてください。これ一つ目ですよ、ドライバーとかね。自分で、クラブを選ぶ時の、まず、一番、判断基準として覚えておいてください。じゃあ、次二つ目。ボールはね、上がりやすい。フェアウェイウッドは、ボールが上がりやすいものを選ぶ。ここですね。で、これはね、大体ですね、3番ウッドっていうものが、皆さん基本的に使いたい。と考える方が多いんですよ。ね。3番ウッド。皆さん使いたいね、3ウッド。ただ、これ、一つ問題があるんですよ。ロフトが15度ですか？いいですか？ 15 度ですよ。15度のロフトを地面から打って、球を、ボールをちゃんと上げるためには、大体ですね、ヘッドスピードが42以上ないと無理です。やっぱりですね、スピードがないと、ボールを しっかりと吹き上げて、競り上げていくように、ボールを上げることっていうのは難しいんですよ。だから、キーワードはね、15度じゃないんです。
キーワードは18度。つまり、3番ウッドじゃなくて、4番ウッドとか5番ウッド。これがキーワードになるわけ。ね。ヘッドスピードが42ドライバーでない方は、もう、はっきり言って、3番ウッド使う必要ない。5番ウッド1本でもいいっていうこと。ね。18度ぐらいの、まあもしくは4番ウッドね。バービーという4番ウッド、18度ぐらいの3番ウッドってのもあるんです。そういうウッドをでもいいです。そういうクラブがあるんですよ。なんかね、3番ウッドって書いてるけど、15じゃなくて17度とかね。そういう形状のクラブを使っていただければ、3番ウッドでも OK。そうするとヘッドスピードが42以下でも、めちゃめちゃ球も上がるし、いろんなところからでも打てる。なので、そういうクラブを使ってください。何でも3番ウッドを使おうとは思わない。これが2番のポイントになってきますね。さあ、次3つ目はですね、ヘッドスピードによってですね、クラブの形状を変える。これはね、結局ね、ヘッドスピードの高い人、速い人っていうのは、3番ウッドでもちょっとディープフェース、つまり、ここの重心が高い位置、ね。重心が高い位置の、クラブを選択すると、ボールを遠くに飛ばすことができるし、武器になります。ね。めちゃめちゃビュンと振れる人ですよ。ヘッドスピードドライバーでね、45以上、48とか50ぐらいある人っていうのは、ここのフェースの厚みのあるクラブを使ってほしい。そうすれば、この重心の位置が高くなるわけ。重心が高い状態で、ボールを打つと、どうなるかっていうと、弾道はね、強いボールになる。飛ぶんですよ。そして、ボールは上がる。だけれども、力のない人が重心の高いクラブを使うと、ボールは上がらないんです。重心が高いってことは、ボールが当たった時にヘッドスピードがないと、フェース下向くんで、全然上がらないんですよ。だけど、重心が高い位置によってヘッドスピードある人は、フェースが下がってもバックスピンで上げれるんですよね。ここがポイントですよ。なので、ヘッドスピードが42以下の方は、3番ウッドもし使いたいと言っても、めちゃめちゃ低重心の、平べったい、シャローベースのクラブを使ってください。いいですか ?3 番ウッドを使いたいという方ね。形状を考えろ。これが3番ウッドを使う、ウッドを選ぶ上で重要。ね。いいですか?ここまで。さあ、そして最後、4つ目。ここ結構ポイントです。重要ポイント。最後ね。ウッドは3番ウッドと5番ウッドでブランドを変えろ。ね。例えばですよ。3番ウッドをスリキソン。5番ウッドをブリヂストン。とかね。3番ウッドをナイキ。4番ウッドをヤマハ。とかですね。全然構わない。そういう風にして、道具を変えてほしいんですよ。ブランドね。なんでかっていうと、クラブっていうのは統一性を持たせて、作られています。ですから、3番ウッドと5番ウッド、両方同じブランドだと形状が同じなんですよ。っていうことは先ほど言った形状でお話ししましたね。高重心の3番ウッドのブランドは同じブランドで5番ウッドも同じように高重心なわけだ。で、低重心は3番ウッドも低重心で、5番ウッドも低重心。そこでですね、一つ、お話があるんですが、3番ウッドっていうのは、やはりいずれにしても、ボールの上がりやすいものを使ってほしいっていうところが、非常に多い、僕としてのおすすめなんです。ってことは、低重心にしたい。ね。だけれども、いいですか ?5 番ウッドは7番ウッドっていうのは、どちらかっていうと、芝の上だとか、いろんなライで打ちたい。となると、ラフなんかで、ね、ちょっと浮いてるところで、5番ウッドを低重心のウッドを使うと、重心の芯よりも上にボールが当たって、ボールがすっぽ抜ける。天ぷらっぽいボールが出てしまうんですよ。なので、5番ウッドとか3番、7番ウッドっていうのは、高重心のウッド。高重心のブランドの、5番ウッド、7番ウッドを購入し、3番ウッドだけ違うブランドで低重心の、ウッドを使うと。これ結構おすすめです。ね。そうすると、3番と5番で違うブランドになるでしょ?ね。そういう風に選んでる人結構いるんですよ。そうすると、非常にですね、3番ウッドはボールの上がりやすいし、楽なクラブになるし、5番ウッドはもともとロフトが上向いてて上がりやすいんだから、ね、上がりやすいし、かつ、いろんなライからも対応できるということになるわけ。はい、いいですか?ここまで。90を切るためのクラブセッティング。ということで、ドライバーとウッド、これ必須です。なぜかといえば、もう一度結論言うと、
ウッドを使いこなせるようにならないと、いろんな状況下でトラブルを回避できないということね。そして、パー5でアドバンテージも取れない。ね。なので、絶対にウッドは信用のおけるものを使ってほしい。で、一度信用の得たものを手に入れたら、ずっと取っておくんですよ。プロゴルファーは、ウッドだけ古いクラブを使ってる人いっぱいいますから。ね。ドライバーやアイアンは最新のものを使うけど、ウッドっていうのはなかなか冒険していろんなものをね、形状が変わらないんですよ。なので自分の本当にいい、ものを手に入れたら、それをずーっと使うんです。ね。そういうふうにして、3番と5番、ね。もしくは5番と1本でもいい。自分にとってですね、信頼を受けるクラブを選んでみてください。ということで、今日のまとめ。はい。1番から4番ね。1番、平均値の高いクラブじゃなくて、大体ミスの少ない、平均値じゃなくてミスの少ないクラブを使ってください。で、2つ目、ボールの上がりやすい形状のものを使う。ですので、ヘッドスピードが42以下の人は3番じゃなくて5番1本でもいいかも。ね。で、3つ目、ヘッドスピードによって形状を変えよう。つまり、高重心か低重心。ね。あまり、高重心のものっていうのはヘッドスピードの遅い人は合いませんよ。ね。低重心のものヘッドスピードが遅い低い人は使ってください。で、4つ目、3番と5番でブランドを変えよう。ね。先ほど言ったね、重心の位置によって、違うので、3番のような難しいロフトのクラブは重心を低く、高重心のクラブ、いろんなね、浮いてるところからとか使う5番ウッドは、ちょっと高重心の方が、ボールはもともと上がりやすいんで、打ちやすいということになります。この4つのポイント、ここを押さえてクラブを選び、そして、これですよ、90を切る。ね、こういう、90を切るこのミッション、ね、今年2021年、頑張ってですね、ウッド今のうちに選んで、中古ショップ行ってもいいです。ね、新しいのを選んでもいいし、ぜひですね、今日のお話を参考にしてみてください。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。このチャンネルではね、私の20数年のレッスン知識と経験を毎日更新しているチャンネルですので、ぜひともまずはチャンネル登録、そして高評価、そしていいねボタン、この3つをよろしくお願いします。それでは今日はこの辺で終わります。さようなら。動画最後まで見ていただきありがとうございます。もし良いと思ったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。もっとゴルフが上達したいという方はオンラインサロンに参加してみてください。 YouTube では語っていない有益な情報を発信しております。その他オンラインでのゴルフ指導も行っております。家でも学べる新しいゴルフスクール原田ゴルフオンラインサロンもよろしくお願いいたします。